バーベキューに行きます。なんかいるわ。撮りました撮りました。ほら、ある車来たぞ。車が光ってるよ。横山くん、服装当てよう。噂によると、あのコーヒーショップのベンティーサイズ毎回持ってくる。持ってる。いや、うわっ、ほら、ほら、クロサグはベンティー、ベンティー、ベンティー横山や。すげえ、横山くんが YouTube で貴重でね。すげえ。あれだって、ジョーってさ、俺らのバーベキュー行ったことある？俺ね、横山くんのバーベキューはないんですよ。え、誰のあるの？俺だから秋人くんがそれを受け継いで、秋山くんがね。秋山くん誰それ？俺もそれは行ったことある、秋山くん。うん、秋人でいいな。そうか、じゃあ横山くんのがないのか。ないな。ない。小滝もないもんな。ないっす。これこそ浜ちゃんと文とかな。あ、そうそう、文ちゃん。文ちゃんと。スバルとかも。いや、ある。安田くんとか。めっちゃ懐かしいわ。俺が川に流されてな、誰も助けに来ない。そんな当たんすか。流れ強かったか、危ないっすよ。そんな浜ちゃんの冷たい顔も忘れへんわ。あんな優しい浜田が、あんな優しい浜ちゃんがもう諦めて人助けに諦めるとか。結構流されてきはったんで、あ、結構横山くん攻めたなと思いながら。攻めたな。なんで攻めたの。本当は本当は危ないから。アキト、この回ができたきっかけ教えてください。たかひろとのぞむとおると横山くんでご飯食べさせてもらってたんや。で、いろいろ話したときに、そういえば昔バーベキューとかやってたなって話になって、またやりたいなって言うて、じゃあほんまにやりましょうよからこれ始まったのね。横山くん言ってくれた、もうお前らの YouTube でええからみたいな。そう、俺の YouTube でいいから、もう俺も全然出るから、関西チームで行きましょうかって言って、いろいろこうね、電話させてもらったんやけど、多分3回ぐらいかな、飯中に、やろうなって言って、分かりました。で、また違う話になったら、夏バーベキューマジでやろうやりましょうよっていうのが3回ぐらい行われた。それがね、また違う話になっても、俺ちょバーベキュー楽しみやわってなるんだ。嬉しい、嬉しい、俺らも最後嬉しいやん。ごちそうさまでしたと言って、タクシーどうぞって、横山くん先帰ってもらって、俺らもじゃあまたねって言ったら、横山くんから電話が来て、あ、忘れ物かなと思って、もしもしって言ったら、桐山、俺マジバーベキューマジでめっちゃ楽しみにしてる。そんなバーベキューしたかったんですマジで。しかもそれでバーベキューしたら言ってる時も肉食うてるから。そうですね、焼肉でしたね。なんで車から乗りたかったんですか。いや、なんか俺だけなんか行かへんみたいなさ。いや、現地集合です。そうそうそう、一応こう現地からの方がいいかなとかいろいろ考えて、聞いてくれてん、気使って、はい、現地がいいですか、はい、それとも一緒に行きますかって、俺は何でも任せるよって言って、はい、それじゃなんか現地になったから、いや俺任したのって思って、一緒に行きたいんや、それは。かわいい、かわいい、かわいい、言ってさすが。昔からさ、そう、みんなで行ってるからさ。ああ、そうですね、確かにね。感じも味わいないから買い出しとかはもう全部横山くんがやってくれてましたね。ベンティさんが、ベンティさんとか言うな。いじってるやん。いじるな、こいつ。ベンティ言うとか言うな。違うんだよ。めっちゃ忙しいやろ、私なんか。いやいやいや、全然全然、ありがたいことに。はい。何でもかんでも出るタイプ。いや、何でもかんでもない。それ仕事を選ばんタイプだよ。仕事は選ばないですね。仕事は選ばないですね。偉い偉い。楽しい。まあまあ、偉い偉い。え、何をって何年目デビューして。デビューしてもまだ3、4年目です。3年目。今年のまだ3年目。3年目に。節操なく働くタイプ。いやいや、ここから行く。偉い。やりたいです。いや、いいよ。お尻プリンプリンすぎて、お尻プリンプリンすぎて、ほんまにお尻プリンプリンは、それが振り違います。それ振り違います。やりづらいっす。何しようかなって。やりづらいっす。やりづらいっす。とりあえずやってました。すごかった。浜ちゃんなんか仕事乗り出したの何年目？まだっすよ。ひどい、ひどい。乗ってないっす。ひどい。俺それこそ浜ちゃんのイメージずっと俺に金ない金ない言ってたね。昔言ってましたね。
電車賃ないんですと言って。だってなんか電車賃昔その松竹座出させてもらった時に電車賃ってもらえるやんか自分でちゃんと、はい、交通費ね。うん交通費。僕らもギャラとあんま変わらへんぐらいの交通費もらってたからね。ああ。交通費やばかった。俺一回浜ちゃん家行って、うん、あの泊まりに行った時に。ほんまにこっから通ってんねやっていうぐらいびっくりして。びっくりした。あ、家行って、どんな感じだったんですか、周り。まず駅着いたら、車が軽トラしかなくて。あー。田んぼがあるからな。そうよな、なんかトラクターがなんかあるとか言ってなかった。あ、そうです、そうです。そうよな、めっちゃ覚えてるわ。そうです、そうです。田んぼトラクターで耕して、そうよ生活してましたね。だって、最初みんな出だした頃ってさ、特技とか言うやん。じゃあ、これが得意な桐山ですとか言われる。ママちゃんだけど、トラクターが運転できますって言ってきたもん。すげえ。って言ってた、それ。楽しみや。楽しみですね。奥多摩で川遊びするとこなんかあんねや。なんかあるんですよね、ボートで。ラフティングね。ラフティング初めて行くな、奥多摩の。いや、分からへんね。俺は肉玉の奥やから奥なんかな。奥玉の奥。奥玉の奥。こいつは。めっちゃ浜ちゃんが、俺の誕生日の日に、俺とわしがちょうど舞台やってる時に、なんか誕生日やなって。じゃあ温泉行くわって誘ってくれて、車で。え、嬉しいって言って。で、横浜にめっちゃいい温泉あんねん。ありがとうございますって車乗って。着いたら千葉やって。ま、間違えて。そういう間違いだな。たまたま通り。嬉しい嬉しい。桐山が変なノリでうどん。あー大食い寿司や。はい、すごい YouTube 見るんすね。めっちゃ見る。ありがたいな。でもあの A の一回も見る。早いねしかも。ちょっとマジやよ。マジでマジでなんて A の面白いっすよ。小滝くんとかも全部見て、ほぼほぼ望むめっちゃ見てるよ。やめやめやめ。じゃあ俺食べ物のやつ見るの好きやねん。関連で回ってきてんねん。へぇー。そっからウエスト見たらもうウエストばっかりな。晴れてよかったっすよね。いやほんまに。いやこれマジで。え、なにわ A って雨男います？あ、ジョー。そうなん。え、そうなんや。あの僕はちゃんとした雨男でライブ中とかもちゃんと台風と一緒に行動するね。マジで？すごい。すごい。そうなんよ。そんなん言うたら雨男とかおらんから。ごめん、やめてください、盛り下がる。あとは。出せこわで。すっきり手で潰された感じする。今回な。盛り下がる。いらんそんな。すごいわもう。なんてやつや、すごいわ。ありがとうございます。手応え感じの。どれぐらい？あと50キロぐらい。あ、でも違うね。なんかパーティングで飲み物が入った。入った。ごめん。なんでキットする？じゃあ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ。マジで、あれ、考えてる。なにわだけよな、実質呼ばれたんちゃんと。そうっすよね。呼ばれてないっすよね。俺らも呼ばれてない。呼ばれてない。呼ばれてない。ああ、そうなんすか。呼ばれてないし、俺デビューしてすぐ引っ越した。多分、めっちゃタイム差あって、5年ぐらい違う。一番最初に上京した人と一番最後に上京した人、多分5年。一番そうやんな、5年ぐらい違う。俺一番最後、5年ぐらい違う。大阪が好きやっていうなんか嘘みたいな、なんか。いや、そんな嘘ついてない。だって俺が東京住んだ時に、なんかじゃなくてまず大阪に家借り出したから。もう意味わかんない。東京じゃない。東京じゃない。なんか一回大阪挟みたかったよ。京都京都大阪。徐々にね、段階をね。じゃあもう好きなタイミングで出てくるって感じか。でもバラバラになりそうな気は。誰が一番最初に上京する？そう、ちょっと考えてるみたいなことある？逆に末澤じゃない。末じゃない。末じゃないの？俺でもその話。誰かにさ、佐野屋言ってた。へぇ。俺、個人権じゃないですか。僕っすよね、多分。佐野が一番多いんですよ、東京とか。そう、東京行くと多いですね。仕事が多くて。末もその話してんけど、末はまだ全然考えてない。最初に東京行く。いや、
言われそうやな。いやいやいや、一回みんな言うねん、やっぱ大阪がいいとか、やっぱ大阪から通って仕事したいとか言うねんけど、しまった、東京ってええで。お願いします。はい、お願いします。お願いします。すみません、ベルトだけお願いします。はい。今日はこの中でどれぐらい手なの？横山くん、秋田くん、浜ちゃん、めっちゃ上っす。だって、ゲッセの3人は後輩です。確かに。小崎が後輩とおもろい。そうっすよね。小崎はちゃんとした後輩。下の、デキも後輩。一番下の誰ちゃん？佐野一番下佐野のあの体調崩すなよ。大丈夫ですよ。心配感出すなよ。こうしなくても大丈夫。ところどころで水分補給しろよ。優しい。めっちゃ優しいな急に。ありがとうございます。マウント取らな。優しい。待って待って待って。今からバーベキューする言うてんのに食べてる。え？それ？お前やってるわ。まだついてるわよ。あたこだあたこだ。朝昼晩でちょっと食べないと。よかえばといてさえ。ベンティで我慢してる。いじってます。我慢してないよ。あれいつも奈良でしたっけ、行ってた。そうそう、そう吉野川。はい、よし。よし。懐かしい。大丈夫よ、大丈夫よ。真っ暗。大阪でさ、今レギュラーと準レギュラーだったらどのぐらいやってんの？ミッチラジオだけでやらせていただいてる。すげえ。グループのレギュラー、番組のレギュラーが2本あって、準レギュラーみたいなのが。だって A 作るだけ何め、大阪は住めようって話だもんな。大阪、関西でめちゃくちゃ売れるグループになろう。形が多分すごい。そうですよね。でも大阪来た時のタイミングで横山くんにご飯奢ってもらったりとかしてた、連れてってもらったりとか。いや、最初に横山くんが舞台プロデュースしてくれたんで、うんうん、東京で毎日1ヶ月ぐらいをほんまに毎日ぐらいご飯。やば楽しかったよな、あの時な。青春でしたね。めっちゃ青春やったもん。それこそさ、ウエストの舞台の一個やったよな。そうですね、それが多分一番最初です。浜ちゃんが亡くなるっていうのをどうしてもやりたくて、ね、めっちゃいい話。僕注視するやつ。そうそうそう。で、やっぱ浜ちゃん亡くなったらやっぱみんな一番悲しむやん。悲しいっすよ。リハ場で泣きそうになったの覚えてるな。そう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 。あれでも何年前ぐらいやろな。あれでもいい15年前とかすごいなぁ。そうなめてなぁ、リュウジ。あ、そうそうそう、リュウジは俺かな。うん。あれをやってもらって夏の舞台っていうのを僕らがそのまんまやってて、それまではライブやったんだよ、普通に。そう、夏。そうなんだ。でも横山くんが作ってくれたあれから舞台最初やって後半ちょろっとショータイムやったな。そうそう、それからだから少年たちが出てきて、で大橋も舞台やってるのな、青木さん。あ、青木さんやらせていただきました。そうだそうだ。で、ジョーをそこに毎回出てもらってて、そうですね。アドリブの舞台があって、あ、すごいな。あ、楽しかったなみたいな。怖くて出られへんわ、そんな。毎回毎回出られてます。あー、でもまあいい筋肉使うよね。そう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 、バラエティ筋力はめっちゃ使うな。そうですね。それを俺が21、2ぐらいの時に出川でやってたの。あ、その時は誰やったんですか？それは実は王ちゃんよ。あ、王ちゃんの位置に大橋が入って、そうそうそう、バイトリーダーに毎回場外行ってもらってね。へー。そこ工事券も出てもらった。はい、どれもしたいですよ。そうや、その話しててんな。ちょっとごめん。いや、こいや、こ久々に喋ってんから。佐野降りた。おい、おい、
言われた。一番後ろ入れづらいやんな。ちょっと遠いもんな。あるか。佐野はどこの立ち位置がいいとか。その小島くんポジションの変なやつやじゃん。あー、なるほどね。リチャくんか。寝落ちみたいな。あったな。佐野ってもう当初からもうなんか引いてるもんあったよな。ああめっちゃ嬉しいよ。何がそんな あれなんですか。いやすごかったほんまに。それこそあのあごめん異種格闘技って言ってそれぞれ個性を発揮するみたいなコーナーを作ったんやけど、はい、佐野がダントツすごかったよ。へえめっちゃ面白かったっすね。へえ。であれ何歳ぐらい。あの時高2とかっすか。高2で小道具自分で買ってきて優勝するためにああなこうだもんで、あっそうやってな。下駄帳ありましたもん。すげえよ。でそこにジョーとか決勝でジョー君やったよ。へえ。あのじゃん、一般人みたいな顔すんのやめてくれる。一般人みたいな顔してないほんまに佐野が話してる時ずっと「いいの」っていう一般人の顔してた。そりゃいいなと思うでしょ。匂ってきてんなこれ。燻製チーズってそういう意味で言ったんちゃう。そうっす。バーベキューの感じで言いたかったのに。そうっす。俺がたまたま燻製があったからややこしかった。バーベキューの気配感じたかったのに。そうだ、匂ってきてんなって言いたいの。よくの燻製が目に入ったから燻製チーズって言うてもう。それに変えられるちゃうねんとこ行きづらいし。ジョーは普段誰と遊んでるの。普段シゲ。シゲ。あ、シゲか。え、うん、シゲっすよ。そうだ、シゲが唯一遊ぶ友達、ジョー。週一飯やります。週一飯。シゲとジョーは。いや、シゲの方が後輩っすね。ジョー君の方が多分2年先輩と思う。シゲ何歳。30、今年に。うーん。でもシゲってあの中島健人君とか仲いい。ああ、そうですね。ケンティとヒカル君、あの山本君、ね、はい。東京のうちの会社に全く行かんわ。まあ、そう相葉君ぐらいですか。あ、そうだそうだ。でもなんかその食事会みたいなのあるじゃないですか、うんうん、そういうのでも関わりないですか。なんか気使って関西勢ばっかり集めてくれるのね。なんかその事務所の食事会も行くメンツと行かないメンツ決まってきますよね、うん、のぞむとかは結構な顔出してくれるタイプ、うん、ほぼほぼ松兄がいる。今日も松兄会やん。お腹すいた。生肉食う。生肉食わへん。焼いて食う。ハマチロにさ、はい、人笑かそうと思ったことある。え、どういうことですか。よかったこれ実あります。これ実あります。あるあります。なんか、ええやつやなとはずっと思って聞いてたけど。聞いてたハマチロええやつやなとは思う。結構常に思ってます。笑かすってか笑われてるって感じですよ。一番嫌やそれ。でも確かに感覚あるのかな。あ、感覚ありますよ。話の組み立てとかさ、こうしたら落ちるとかさ、笑かそうという思いとかは。笑かそうという思いしかないですよ。ほんまに。はい。これほんまなんですよ。ほんまに。まあ、狙い通りの笑い取るってことあるんですよ。あ、狙ったなって時あるわ、ほんまちゃん。気づかないですよ、僕は。偶然かなと思って。よっしゃっていう時ありますよ。あるよな、何やったっけ、あれ。え、何どんな時、例えば。ちょっと全然覚えてないんだけど。覚えてない。覚えてない。ほら、何なんそれ。厳しすぎる。会社に関西集まったら急に公開ダメだし始まるよね。あまちゃんええやつやねん。ええやつっすね。会社あかんかな。会社あかんかな。会社あかんのかな俺。これもおもろいねんな。うわ、玉川や。ロケバスさん、もうすぐですか。もうすぐです。あれなんかジョー曇ってきてない。来てみてよ、ジョー君。ジョでも、まだあと2時間は行けます。ちょっと待って、ちょうどバーベキューの時、土砂降ってるやん。あ、見ようとかおらんか。冷めんな、冷めんな。おはよう、冷めん。先輩の悪いとこ出てる。笑ってますよ、お前も。一番後輩が一番先輩にダメだし。おもろいな。
そんなん言えのお前ぐらいやからな。ありがとうございます。手応え肝心だな。確かにこの距離と時間は横山が一人だと寂しいですね。そうやろ。でなんかもし俺おらんってさ、この YouTube 見たとき俺おらんのにめっちゃ楽しんでたって知り合いやん。俺もらってよかったやん。それちょっとめっちゃ秋田みたいなこと言ってる。めっちゃ楽しんでたやん。なんなんてなりますよね。俺おったから楽しんでたのかわいい。もうちゃんと大丈夫ね。はい、着きました。ありがとう。ありがとうございます。まだ山すごいすごいっすね。日本のナスって感じだよ。確かに。山行っちゃった。